チャーム駅は、太陽国中部ペッチャブリー県チャーム郡にある、大国有鉄道南本線の駅である。チャーム駅は、太陽国中部ペッチャブリー県の人口7万人が、クラスチャーム郡にある。駅の正面側は西向きであり、町の中心部に位置する。三島駅であり1日20本の列車が、発着しその内訳は、快速に往復、普通3往復である。 当駅に発着する万国発着の列車は、トンブリー駅とクルンテープ駅の2カ所からの発着である、ため注意が必要である。クルンテープ駅から、快速列車利用で4時間程度である。現在では使用されていないが、当駅の北方より、セメント工場までの専用線が伸びている。大国有鉄道南本線は、東北本線。 北本線に次ぐ3番目の幹線として1899年に着工された。南本線は前期2線とは異なり始めから1000ミリメートル期間を採用して付設された。旧トンブリー駅ペッチャブリー駅間が1903年6月19日に開業したのを皮切りに南北3カ所より同時に延伸工事が開始され、当駅はペッチャブリー駅側からの 第一期工事分として1 9十一年六月九日に終着駅として開業した。開業して十三ヶ月後の1 9十一年十一月二十五日に、不破品駅まで延伸開業し、中間駅となった。現在、中央オパトム駅より、不破品駅までの伏線化工事が進行中である。端式及び、島式一面の複合型ホーム二面二線を持つ、地上駅であり。 駅舎はホームに面している。ありがとうございます。